エントリー時を取り忘れた。なかなか上がりきれないため、ローエントリーしたら、まさかの急上昇でした。その後、ようやく下がってきた。今回の薄いトレードは、やるべきじゃないですね。早送りします。 二つとも勝てました。